師匠、はい、今日月曜日ですね、ミンツクライブ楽しみですね。ほんまやわそれマジほんまやわ忘れてたわ、そういえば今日が月曜日やいうことってさ、大事じゃない今日、うん、もしかして大事やわ今日。ほんで弟子知らんと思うんだけどさ、はい、今日の朝までは、大津さんはヒレエッグだけに出る、東京ブロックだけに出るって言ってた、うん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 、それがなんと、はい、東京9区にも重複立候補が決定。やばくね、この土壇場に来て、でさっき弟子は知らんと思うけど、はい、先ほど緊急生配信をしてた、うん、で切り抜き動画も生配信中に上げた、ね、最近配信中に切り抜きを編集してあげるという技を覚えてさちょっと待ってやーとか言いながら今編集中とか言いながら配信しながらほらあげたとか言ってみんなが見るという。もうさ師匠、あのその配信中作業用 BGM 作るか画面出しとかないとただいま一応喋ってんからそう編集中も。なるほどね、切り抜きはまあ楽やからさ、まあね、頭とケツだけオープニングとエンディングだけつけたらいいだけなんで極端な話だから楽なんやけどさ、うん、まあ、さ普通のやつは作れへんでさすがに、うんうん、ほんでさあミンツクライブ見なあかんなきゃどうしようかな。ほんのあー別室、別室いつもはそんなことせえへんねんけどさ、うん、副音声しようかな。 したらどうですか。あのカモフラさんが得意な副音声、うんうんうん、カモフラさんやんのかどうか知らんけどさ、うん、ちょっと今日はリアルタイムで見なあかんわ。やんのかな、うん、でもそんなさすがにやるか。やると思いますよ。やらんかったら使うわけだな、うん、ちょっと見るか、うん、ちょっとやらなあかんな今日は。今日が一番同説多いんじゃないですか。いやどうだろう、だミンツクのな。そう、ああそれはそうかもしれない。さすがに80人ってことはないと思う、うん、今日は見るわ。それは下手したらマスコミも見るんじゃない、言ったらのメディアも見るんじゃない。もう今日は伸びると思う。1000はいかへんかでも今日はの、うん、あの逃したらダメな日でしょ。その綾方、綾方的にな。そう、うん、確かにその通り、その通りやわ。うん、いいこと思い出させてくれてありがとう。やったー、マジそんなこと忘れてたわ俺。普通にやるとこやったわ配信をさ、別室配信を。もう今日はこの動画が18時に上がってるはずなんで、うん、今日の配信は副音声でしょ、うん、聞きながらやろうか新しいスタイル今日の配信は何々ですを動画で、別の動画でもうこの動画時間経ってしまったら何の意味もなくなるんだけどさ。あそんなことないか別に新しい。ほんでさ練馬区なんや、うん、9区っていうのが練馬区の西側なんや、うんうん、ほんでさ大津さんがな、練馬区は日本大学、日本大学芸術学部に行っておりましたので近辺をすごく探索したり、青春の街というところと自民党の日、まあそれはよわ。でその日本大学芸術学部に行ってたんやって、うん、中退やけどね。あですよね、確かに卒業してないけどね、うん、行ってたんやって。でもね、うん、日本大学芸術学部があるのはね、うん、九区じゃないんだよ。え？九区は練馬区の西側で、うん、で日本大学芸術学部があったのは、うん、練馬区の一番右の端の旭区っていうところで、うん、28区なんですよ。だからなんじゃそらみたいな。それでいいの？なんじゃそらみたいな。無理くり言ってみたものの、無理くりなんか自分私は練馬区にゆかりがあるんですアピールしてみたものの、そこは区が違ったという、そういう展開どう？でも師匠、うん、らしいといえばらしい。本さんらしい。あきっと九区の方まで遊びに行ってたよね。大学はその28区の一番反対の端っこの、うんうん、東の端っこの方にあるからさ、うんうん、でもきっと西区っていうか西の方、うんうんうん、練馬区の、ね、西の方に遊びに行ったんじゃない。ああなるほど。探索とかしてたんじゃない。ああそれを言ってんじゃないかな、うんうん、あの好意的に見るとでも大津さんらしい。はい、多分気づいてないんじゃない日本大学
芸術学部がその28区にあることを多分気づいてないような気がする。おそらく分からへんけど、さすがに気づいてっけねっていうねことなんですけどね、うん、俺はもうマジで悩んでんね。何を？そう、練り、てっきりさ比例区だけで行くと思ってたからさ、うん、こう小選挙区に出てくるってことはさ、うん、凱旋すんちゃうな。もう師匠、車中泊できる車レンタル？俺別に軽自動車でも車中泊するよ。俺そうだったそうだった師匠は。俺余裕で車中泊すって。俺軽自動車で何泊したかわからんぐらい何泊もしてて。俺でも追いかけるとなったらバイク？いやー、だからさ、うん、いいのが、うん、もう9区ってなったら、9区練馬区、まあ、練馬区がどんなもの広さか知らんけどさ、うん、練馬区だけでもだいぶ狭まったのに、うん、さらに9区ってなるとほんま練馬区のちょうど半分の左側やからさ、うんうん、狭まったから、そのさっき配信でいろいろ言ってたけど、あれよ、チャリ、うんうん、チャリさ、今さコンビニのとことかでさ、うん、チャリがレンタルチャリがあるやんけ、うん、あれでいいんちゃうか。確かに機材持って自転車飛ばすし、まあ 機材は最低限にしてさで 車で行くかなんかで行くとしてさ、うんうんうん、まあ、とりあえず、まあ、新幹線で行くにしてもさ、うん、まあ、でかい荷物は、まあ、ホテルなり車なりに置いといて、うんうんうん、最低限のカメラとスマホと Wi-Fi だけやったらできるんで、うん、とりあえず最低それで行こうかな。ただな、やんのかなほんまにっていう懸念。そうですね、ほんまにやるのかなっていう懸念と、うん、それとですね、あれやるのかというと、うん、やるとしても、うん、お知らせ告知があるかどうかよ。だからとりあえず1日目は捨てようかなと思ってんのよね。で様子見よう、どうしようかな。でもなでもなスコーンってなんか当日の朝ぐらいにどこどこでやりますって言われて、それをミスミス逃すのも腹立つしなと思って、うん、悩むわ。悩んでんね。どうしようかな。でも師匠は、うん、現場に行った方がいろいろ奇跡を起こせるというのだけは確実、まあ、確かに家にいても何も起こらへんからな、はい、現場に行ったら奇跡が起こる。奇跡を今まで起こしてきてる。今まで奇跡を起こしてきた人間やからな、はいはい、やれるかな。行ってみて行かなければよかったという答えが返ってきたことがない気がします。まあ、なんか別に何も起こらへんってことはあんねんけどな。うん、とりあえず埼玉行ってみたものの結局別に何もなかったとか、うんうんうん、奇跡は何も起こらんかったこともあんねんけどね。でも起こった方が多いでしょ、うん、多いな、うん、大体起こってるよね、うん、面白いことがね、うん、やっぱり行こうかな、うん、やっぱ行くかな。どっち、師匠的にはどっちですか、行けばよかったっていう後悔と行かなければよかったの後悔。行けばよかったの後悔の方がでかい。じゃあ行こうじゃあ昼寝すっか今から。はい確かにな、まあ、行ったところでな別にな労力もお金もたかが知れてしよう、うん、じゃあ行ってみますか。はい、以上です。はい。日本で一番嫌われ